まあ、事前のスカウティングで前に勢いがあって放り込んでくるっていうサッカースタイルっていうのは分かってたので、まあ、それに対してのチャレンジャーのカバーとかセンターバック2人でやろうっていうことを話してた中で、まあ、いいシーンと悪いシーンできてないシーンがあったので、まあ、満足はいってないです。まあ、元からセットプレーでファー狙おうっていうのはマスさんから言われてて、自分が入ることも決まってたので、まあ、ちょっと狙った形とはまた違う形だったんですけど、まあ、結果的にあえてこぼれ球のところに仲間もちゃんと入ってくれてたので狙い通りだと思います。はい、距離感とかは大事だなと思ってるので、あんま遠すぎると相手も狙いやすくなるので、自分が取れるギリギリのラインとかを考えながらやってます。まあ、また違うレベルの相手というか、まあ、また同じリーグの相手になってきて、まあ、油断はできないので、まあ、今日みたいに隙を見せてるとやっぱりすごい、そうだ、やっぱり仲間に対してもやっぱそれはいい影響じゃないと思うので、そうですね、やっぱチームでやるべきこと、まず守備から跳ねに行くっていうことで、まあ、意識して入りやったのと、まあ、攻撃は起点になれるようにたくさんボールに触ることを意識してやりました。そうですね、まあ、すごい印象は良くて、チームの雰囲気もすごくいいし、まあ、いい方向にすごい向かっていると思います。はい、そうですね、やっぱ自分が一番ストロングを出せるのはボールに多く触ることだと思うので、やっぱポジションは違えどそこは意識して常にやっていることがあります。まあ、チームとしてやることは変わらないので、まあ、アグレッシブにチーム一丸となってやっていくことが一番大事です。またリーグになりますけど、また難しい試合が続くと思いますが、チームで頑張っていきたいと思います。まあ、最後ね、勝ってた全国大会ってところで、まず気持ちの部分で高めていきましょうって話をして、前回のね、南葛戦はかなり攻守ともにね、圧倒して、いい質のいいサッカーができたので、まあ、それを継続したいって思いをね、まず選手に伝えてスタートしましたけど、まあ、暑さもあり、メンバーを少し変えてフォーメーションも新しいところをこうチャレンジしたので、ちょっとこう、ね、スムーズにいかない部分もありましたけど、まあ、先制点取れたことによって多少いつもの形に持っていけたけど、まあでもあそこで2点3点取れなかったのは課題なのかなと思います。いや、そんなことない、ただ自分たちのちゃんとした立ち位置取りながら相手が出てきたところを慌てず最後仕留めれれば何の問題もなかったけど、やっぱり相手が1人少ない、2人少なくなった時にやっぱり自分が点取りたい、もっと活躍したいっていう選手の気持ちが先行しすぎて、もうちょっと落ち着いてね、最後のアタッキングサードでプレーできれば、うん、ゴールまで結びついたのかなと思うので、まあね、点に飢えてる選手がたくさんいるっていう証拠だと思うので、まあ、あれがうまくね、合致すればね、いいサッカーになるのかなと思います。まあ、一発勝負で勝ち切るってところについては、結果としてね、残せたので、まあ、トーナメント最後の大事なところでこういう試合があると思うし、去年はこういうね、一発勝負で、負けてしまったので、いい練習になったのかなと思います。独特の雰囲気だし、相手もレベル上がってきて一発にかけてくる、まあ、そういう相手に対して、まあ、1-0 で難しかったけどしっかり勝ち切る、南葛もそうだしその前もそうだけど、必ず勝ち切って終わるってところはやっぱチームの、ね、成長を感じました。まあ、またガラッと違う戦いになると思うし、相手も今度は必死に守ってくるチームばかりなので、そういう相手にどういうふうに崩していくかっていうのも、まあ、ちょっと考えながら選手選考も含めて頑張ってきています。